上白石萌音1月27日隊は日本の女優、歌手。本名を同じ。鹿児島県串木野市生まれで鹿児島市で育つ。所属事務所は東方芸能。所属レーベルはユニバーサル J。妹は女優の上白石萌香。か。幼少期を鹿児島県串木野市で過ごした後、2005年に鹿児島市へ転住する。 子供の頃から歌ったり踊ったりすることが好きで、鹿児島市へ転住した頃より、母親の勧めで、市内のミュージカルスクール、マリアミュージカルアカデミーに通い始める。中学1年の時にミュージカルスクールの教員の勧めにより受験した2011年の第7回、東方シンデレラオーディションにて、審査員特別賞を受賞し、グランプリを受賞した2歳下の妹。 萌香と共に、東方芸能へ所属。女優として、2011年9月にホームメイド家族、スタートラインの PV に、妹の萌香と共に出演し、映像作品に初出演。同年11月放送の NHK 大河ドラマ、孔姫たちの戦国最終回で、ドラマデビュー。翌2012年には、ミュージカル、王様と私で、初舞台。 同年公開の長編アニメ映画、狼子供の雨と雪では、声優も務めた。中学時代は、週末に、鹿児島から東京まで通いつつ、仕事をこなし、東京の普通科の高校への進学を機に上京。2014年公開の映画、舞子は、レディで800名を超える、オーディション参加者の中から選ばれて、主人公の舞子見習い、春子役を演じ、 映画初主演。オーディションの際、課題曲とは別に何か歌える曲はないかと言われ、その場で、ミュージカルのレミゼラブルの劇中歌オンマイオンを披露、しそれが合格の決め手になった。監督の須尾正幸はオーディションを行うものの20年、温めた企画も、理想の女の子に出会わなかったら撮るつもりはなかったが、彼女に出会えた、構想20年での映画化を、 主役の少女を待つためだったのではないかと心の底から思わずにいられないそのまますぐ本番が取れると思ったとその時の歌唱を含めたオーディションでのパフォーマンスや撮影時の演技を絶賛している高い演技力歌唱力により第38回日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ第26回山地文子新人女優賞 第19回日本インターネット映画大賞日本、映画部門、ニューフェイスブレイク賞、ベストインパクト賞、全国英連賞女優賞などの各賞を受賞した。2014年12月には、見えない雲で舞台初主演。翌2015年8月にはミュージカル、赤毛のアンで主役のアンシャーリー役を演じた。2016年8月公開の劇場アニメ、君の名は。にて、主人公。 宮水、三津葉の声を演じる。監督の深海誠は、彼女の声優としての技術や声に乗せられる、情報量のすごく多い人と高く評価している。2017年1月には、TBS 系のテレビドラマ、北斎と飯さえあればで連続ドラマ初主演。2016年末頃より、ナレーションの仕事が増え、2017年4月より、ナレーターとして、 初レギュラー番組となるテレビ東京のミニ番組、風景の足跡が始まった。2018年公開の、羊と鋼の森で、妹の上白石萌えかと、映画初共演。2020年放送のドラマ、恋は続くよ、どこまでも、で、ゴールデンプライム対連続ドラマ初主演。同作における公演により、2019年度、ザテレビジョンドラマアカデミー賞主演女優賞などを、 受賞した。同年12月23日から TBS 系世界比べてみたらでレギュラー MC を務めている。同年の活躍によりオリコンブレイク女優ランキングにランクインし第45回エランドオール賞新人賞を受賞するなど飛躍の1年となる。2021年下半期の連続テレビ小説。 カムカムエブリバディでは朝ドラ初出演にして主演を務める。2014年公開の自身主演の映画、マイコは、レディでの役名の小春名義で主題歌、マイコは、レディをシングルリリースした。映画、舞台、テレビドラマなどで女優として活動する一方で、歌手デビューに向けて映画、マイコは、レディの直後より仮歌として様々なジャンルの楽曲のレコーディングを はじめ、2015年より、ザ・フェイバリット・ソングズと題した、ワンカット長回し、アカペラによるメガボルトを、自身の公式 YouTube チャンネルで公開、同年秋より、東京都内のライブハウスにて、ライブ活動を開始した。2016年10月に自身が、ヒロイン役を演じた劇場アニメ、君の名はの主題歌、なんでもないやなど、名作映画の主題歌、挿入歌を集めた。 カバーミニアルバム、シュッシュをリリースして、歌手デビューを果たした。シュッシュのレコーディングは2015年12月から2016年8月まで行われ、レコーディング完了後の2016年9月3日に行われた映画、君の名は、大ヒット五霊舞台挨拶において、サプライズ登場し生歌を披露した、野田洋次郎に突然提案され、野田のギター伴奏で、何でもないやを、 観客の前で初めて歌唱。この模様は情報番組やネットニュースなどで取り上げられ、その歌唱力が話題になった。2016年9月17日ミニアルバムに収録の366日のミュージックビデオの撮影で福島県山郡稲城町を訪れ、ビデオの撮影者である柳井道彦が深く関わる、 風トロックイモニカイ2016カジトロックアモニーワールド ACO ワングランドプリーにゲストとして飛び入り参加し会場に合わせたスネオヘアーのギター伴奏により何でもないやを歌ったシュシュの発売前日の2016年10月4日に池袋サンシャインシティ噴水広場にて発売記念フリーライブを行い以降リリースイベントを各地で開催した 2016年10月14日、ミュージックステーションに出演。これが音楽番組初出演となる。以降、11月、12月にも音楽番組に歌手としての出演が続き、シュシュの収録曲を歌った。2016年12月27日、歌手デビュー後、初めての有料ライブとなる、対番ライブを青山リサムで行い、翌28日には、 幕張メッセで行われたカウントダウンジャパン16-17に出演した。2017年2月には初めてのワンマンライブライブシアター趣旨を開催。2017年4月3日より初のオリジナル曲である告白が目覚ましテレビアクアのテーマソングとしてオンエアされ、4月28日より楽曲配信が開始された。2017年7月1日より 高橋ルミ子原作アニメ、教会の輪廻の ED、パズルを担当した。2017年7月12日、初のオリジナルアルバム、を発売。このアルバムでは、以前より、関わりがあったアーティストに一曲ずつ、楽曲提供を受け、自身も三曲の作詞を担当した。2019年4月5日、所属レコード会社を、ポニーキャニオンから、 ユニバーサル JA 移籍し、7月10日に2枚目のオリジナルアルバムとして、I を発売した。2020年8月26日、初のオリジナルフルアルバム、Note を発売し、9月には初のオンラインライブとなる、INote を開催した。2021年6月23日、自身の発案で70年代から90年代の楽曲を集めた。 カバーアルバム、あの歌マイナス1、あの歌マイナス2を発売。2021年7月に、やっとこさ全国ツアーを開催した。2021年10月13日、上白石モネ名義としては、初のシングル CD を発売。アイルビーゼアは、王様のブランチの10月2日からのテーマ曲となる。 2021年12月31日の第72回 NHK 紅白歌合戦において紅白に初出場し夜明けを口ずさめたらを歌唱した。2011年3月11日に発生した東日本大震災で影響を受けた人たちに何かしたいと思い立ち、第7回東宝シンデレラオーディションでの賞金を寄付した。 2021年7月3日に発生した静岡県、熱海市を中心とした大雨土砂災害の被害者へ向けた支援プロジェクトを立ち上げ、クラウドファンディングでの募金、また、ライブ会場、ポップアップストアでの緊急募金箱設置を行った。名前の、モネは、音楽が好きになってほしいとの願いを込めて名付けられ、母親のお腹の中にいる頃から音楽に囲まれた環境で育った。 言葉を覚えるのが早く、2歳になる前にはペラペラと話し、同時期に歌も歌い始めていたという。2020年のインタビューで自身の性格について基本的にネガティブと分析した上で自信がないからめちゃくちゃ練習するし準備をするので、それが一つ私のルーティンみたいになっていて自信がついたら何もなくなくなってしまう。自信がないのが 鳥絵みたいな感じですと述べている。女優の上白石萌えは2歳下の妹。第7回、東宝、シンデレラオーディションレモネは審査員特別賞。萌香はグランプリを受賞した。身長は妹の萌香の方が10センチ以上も高い。萌香とは同居している。父親は社会科の教師で、母親は元音楽教師で、ピアノ指導者。父親が、 メキシコの日本人学校で勤めていたことから、小学校3年生から5年生までの3年間、メキシコで生活をしていた。街中に歌や踊りが溢れている国で、改めて音楽やエンターテインメントの魅力を感じ、また人とのつながりを大切にする国で人と話すことや、人との関係を築くことが好きになるなど、自己の形成に大きな影響を与えたという。 公式プロフィールでは、趣味を、読書、音楽を聴くこと、歌うこと、踊ることとしている。子供の頃よりミュージカルと同時にクラシックバレエも、習っており、ショートムービー、空色物語第4話、上白石萌音に家と、片つむりではバレエを踊るシーンもある。3歳の時からピアノを習っていたが、音楽が流れると踊ったり歌ったりしたくなってしまい。 体が勝手に動いてしまうことから小学1年生の頃に挫折。その後、中学2年生の頃より行動を抑えながら歌うことを楽しむようになり、再びピアノを弾くようになった。アルバム、シュシュ収録の変わらないものでは弾き語りを披露している。収録にあたって、グランドピアノのあるスタジオに毎日通い練習を重ねた。高校時代の好きな教科は英語。 苦手な教科は理科。大学では、英語教育に力を入れている学部に所属し、英語付けの日々を送る。好きな食べ物は、ナスと肉とキノコ。嫌いな食べ物は豆で、食べられる豆と食べられない豆がある。東京03の大ファンを公言しており、ラジオコントを一緒に発表するなどの交流もある。好きな花はミモザ。また、好きな色は緑色である。 新たな作品の撮影の前に、一人で作品の舞台となった土地やモデルとなった場所を訪れることを好む。レコーディングでは、いつも裸足で歌う。英検二級、スペイン語技能検定六級の資格を持つ。NHK 連続テレビ小説、お日様の頃より、井上真央が憧れの存在である。また、自身の理想像を聞かれた際は、松高子の名前を挙げ、 どこに行っても筋を通して、説得力を持てる方にすごく憧れますと答えており、将来はミュージカルから、ドラマ、映画まで幅広く活躍する、松高子や高畑美月のような女優を目指している。実写アニメーション公演中止ナレーション本人出演、ライブシアターシュシュ、上白石萌音ライブツアー2017、アンド、上白石萌音オンラインライブ、アイノート上白石萌音、ね、 やっとこさツアー。2021、咲見出す、桃の花より、初桜、ガールズポップコレクション上白石萌音名義その他の、名義マイコは、レディコハル名義。カバーアルバムオリジナルアルバム映画、マイコは、レディミュージカルソングス&、サウンドトラックコレクションチャンプルストーリー、HY トリビュート歌唱曲、ハッピー、オフコースクラシックスマイナス歌唱曲、さよなら大橋トリオ。 ニューアールドから、歌唱曲、ミルクとシュガー、デュエットウィズ・カミシライシモネ。カミシライシモネ・ザ・フェイバリットソングズ・ボリューム1、そう、カミシライシモネ・ザ・フェイバリットソングズ・ボリューム2、ホーム・カミシライシモネ・アルバム、シュシュより、366日、カミシライシモネ、ストーリーボード・カミシライシモネ、告白、カミシライシモネ・バツナイ、沢高人、ハッピーエンド・アオイバージョン・バイ・映画、 LDK 一つ屋根の下、隙が二つ。上白石モネ、ね、永遠は嫌い上白石モネ、ね、一ち上白石モネ、ね、フロムザシーズ s 上白石モネ、ね、夜明けを口ずさめたら。上白石モネ、ね、白い泥、メガボルト上白石モネ、ね、罰内、沢高人、ハッピーエンド、メガボルト大橋トリオ、ミルクとシュガー、デュエットウィズ上白石モネ、ね。ありがとうございます。